はい、皆さんこんにちは。ひなです。さかです。ヘイキブログでーす。今日の動画は、もうちょっとドイツと日本の違いについて話したいと思いました。そうだね、前回動画作っていろいろコメントでね、面白かったですとか、はい、あと僕らもね、まだまだ違いがあったんだけど、そう、まだまだ1本の動画で収めきれなかったから言えなかった部分もあるんで、今回ちょっとその続編パート2っていう形で作りたいと思います。はい、またパート3とか4とかなんか違いがありすぎてわけわかんない。この動画で4つのトピックをピックアップしたいと思います。1個目がドイツと日本の家の違いです。2つ目は仕事について、3つ目は何でしたっけ メモしましたので大丈夫です。3つ目は街の違い、最後4つ目はちょっとゲームについて話しましょうか。やりますか。やりましょう。1個目は何でしたっけもう忘れた。記憶力がプアメモリーですプアメモリーです。1個目は、家、私のドイツの家を紹介したビデオもあって、それを概要欄に載せていきます。日本の家に入ったら絶対に玄関で靴を脱いで家に入る、当たり前です。ドイツはそうでもない。まあ最近はこう靴を脱ぐことも多くなってるけど、ゲストが来たら、ゲストにちょっと迷惑をかけたくないから、どうぞどうぞ靴のままで履いてもいいよみたいなことが多いかな。それもなんか不思議だよね。まああれか、日本だと玄関があって上がるところにちょっと段差があるから、明確にさ、こっからは靴、こっからは何スリッパとかって明確にあるけど、それが頭いいね海外ってそのないじゃん、段差とかも。廊下がこう玄関開けたらそのままフラットのままリビングとかまで続いてるから、なかなかあれどこで靴脱ぐんだっけっていう境界線がね、分かんなかったりするね。私はよく言うけど、日本の家はめちゃくちゃ寒い。冬になると、そうだね、う日本ってなんか中途半端に、特に名古屋とかってさ、たまに氷点下2、3度、マイナス2、3度になるけど、マイナス10とかなんないから、北海道とか多分行っちゃえば、ちゃんとした窓が二重になっていたりとか。ドイツの家は基本的に暖かいです。セントラルヒーティングもあるから、どこに行っても暖かいです。まあ廊下も暖かいしね、全てが家入った瞬間全部暖かいから、それはいいよね。幸せで、もう逆に日本でいいのがこたつです。こうすごく寒い日にこたつの下で座って温まるのが気持ちいい。みんなさんが知らないかもしれないけど、めちゃくちゃドイツの文化は、1日に1回2回ぐらい全部の窓を開けて新しい空気を入れるということが誰でもやってる。日本はやるかな。やらない。見たことない。タカと喧嘩になる。空気入れ替えようって思ったことないかな。特にさ、俺ら今名古屋に住んでるじゃん。窓開けてもさ、別に空気が綺麗なわけじゃないんで工業地帯が近くにあったりするとかするとさ、汚い空気が家の中に入ってくるじゃん、結局。だからあんまり空気を入れ替えようってならないかな。でもドイツってなんか、特にレナの住んでるところってさ、もう村じゃん村で、でも本当に横に牧場とかがあるみたいなところだから、本当に空気が綺麗なんだよね。だから開けて入れ替えようっていう気持ちはわかる。あ、よかった。はい、次のトピックは仕事について話しますか。私はそんなにドイツで働いたことないけど、就活から始めますか。日本はみんな大学3年生で就活を始めます。大学を卒業して3月に卒業して4月から新しい会社に入る。ドイツはそういうのはない。仕事を探すタイミングがバラバラだし、会社に入るタイミングもバラバラだし、決まったことじゃないから、大学卒業してから1年間世界一周して、そこから仕事を探す人も多いし、本当に自分が好きなタイミングで仕事は探し始める。それもなんか1年間かかるとかわけでもない。仕事を探し始めてから 1、2 ヶ月以内にはなんかを見つける。ちなみに私は大学を卒業して10月初めから3ヶ月間京都で日本語学校に行った。次の年の4月から働き始めた。ということ、いろいろある。飲み会についてもちょっと話したいな。飲み会は私もなんかおかしいなと思ってたけど、同期と一緒に飲み会をするのがめちゃくちゃ楽しかったけど、プロジェクトのメンバーと飲み会をする必要あるかなと今も思ってます。残業とかした後に、特に残業した後に上司とか、まあ、チームメンバーとかと一緒に飲みに、まあ、日本で飲みに行くもんね、よくね。俺とかもよく行ってたし。それがドイツにもあんまりない。仕事が終わったら家族と時間を過ごしたいから、仕事終わってまで職場の人と飲み会とかは行かないってことね。プライベートと仕事が。でもよくあれだよね、クリスマスパーティーとかやってるじゃん。なんかそういうでかいイベントは会社でケータリングとかして、ああそうだね、それかなんかイベントスペースをレンタルして、そこでなんかでかいパーティーをやったりするのはある。
でもそこの多分日本との違いって、ドイツの人ってその会社のパーティーに家族とかも呼べるじゃん。そうクリスマスパーティーは基本的に子供も連れて、うん、それすごいいいよね。会社の人にさ、自分の家族も紹介できるし、そこで仲良くなったら一つの大きな家族みたいになるし、うん、ちなみにお酒について話すと、ドイツで普通にお昼にビールを飲むのが大丈夫ですよ。あ、朝仕事して昼休み中にビール飲んでまた昼から仕事でしょ。日本人が思うザ・ドイツ人、ザ・ドイツ人、もうビールを水のように飲むって日本でそれやったら多分クビになるよ。試してみれば。今は家で仕事してるから、だから全然バレない。バレない。世の中にもいるんじゃない、コロナでさ在宅勤務になってるからさ、ちょっとお昼にちょっとだけ飲んで昼から仕事するとかも。と変なことをやめましょう。3つ目のトピックは街について。だから名古屋をプラプラして、ミュンヘンをプラプラして、何が違うという、外国人がよく言うことなんだけど、ゴミ箱がない。イライラする。まあ、私は慣れたから自分でマイゴミ袋を持って自分のカバンの中にゴミを入れて家に帰ったら捨てるということなんだけど、確かに日本ってね、街中にゴミ箱ないね。逆に海外行ってすごいあるよね。あるのに誰もゴミ箱に捨ててくれない。なんか20メートル歩かなきゃいけないなら、はい、ここでポイ捨て。だって100メートル大きいぐらいにゴミ箱置いてあるじゃん、海外に、ね、公園とかってとても。だけど日本のゴミ箱がない公園の方が全然綺麗だからね。そうね、それは日本人が誇るべきところで、ポイ捨てを絶対しないっていう。本当にみんな協力して自分のゴミを自分の家に持って帰って、で自分の家の前で全部こうブラシでこう綺麗に、あ、玄関の前とかね、よくね綺麗にしてるよね。みんな本当にだ、みんな一人一人がちょっとやれば街全体が綺麗になるからね。そう、すごいすごいです。ドイツは誰もそういうことしない。私の問題じゃないよ、他の人がやるべきだよ。他には日本にいないなと思ったことは、ベンチ、疲れたら座りたいなと思ったら困る。疲れて座りたいなと思わないから街中でカフェ入れいいじゃん。ミュンヘンだったらどこに行っても分かる。日本人のイメージはドイツの電車が日本みたいに全部オンタイムだけど、そうでもない。そうだね、全然来ないね。全然来ない。別に10分遅れても言う必要ないみたいな普通のことだよ。アナウンスもだってされなかったりするじゃん。そう、アナウンスされないし、アナウンスされても電車が遅れますということは言われるけど、いつ来るかわからない。15分の後に来るか、20分の後に来るか、1時間の後に来るかわかりません。待つしかない。待つしかない。しかもたまに俺なんかヨーロッパ一周した時に思ったんだけど、ドイツじゃなかったかな、それハンガリーかどうかだったけど、電車が来るホームが決まってんだよ。3番線に来ます、でも何のアナウンスもなくその電車6番線とかに来て、そうめちゃめちゃ焦ったり。はい、ドイツにも結構あるよ。なんで言わないの、言えよ。日本みたいにシステムがしっかりしてないね。してない。あと改札も違うよ。マシンでチケットを買えるんだよね、ドイツで。はい、で買えて、そのチケットをなんか打刻みたいにするの、はい、で打刻して電車に乗るっていうのがルール。打刻してると、この駅員さんがわーって来た時にちゃんと見せれば、あ、あなた打刻してチケット買ってますねってなるんだけど、駅員さんが来た時にチケットを持ってないし、チケット持ってたとしても打刻してなかったらそれはペナルティになるから、はい、あれ罰金いくらなんだろうね、1万円とかぐらいの罰金が課されます。ただ日本みたいにさ、こう自動ゲートとかないから、正直チケット持ってなくても電車乗れちゃうのよ。だけどペナルティがめちゃめちゃ高いから、みんなちゃんと打刻するっていうね。ああ、そうでもない。特に自分の街であんまりチェックされないことがわかるでしょ、まあそうだね、何の時間でチェックされるとか、まあそういう人がいるから。特に学生とかはそういうことになります。だから電車が全然システムが違う。最後のトピックはゲームです。私は思ったのが、日本人はじゃんけんするのが多くない？確かに日本人はめちゃくちゃじゃんけん、もう小学校から埋め込まれてる。なんかを決めるときはじゃんけんで決めるっていう。なんかドイツにもじゃんけんがあるけど、ほとんどやったことなかったよ。なんかさ、対立したらどう決めるの？ディスカッションするの？そうかもしれない。俺はこう思うっつって、俺がこう思うからこうやりたいっつって、それで論破した人が意思決定できるってこと。それか誰かが支持する。だからあれかな、外国人ってディスカッションがうまいのかな。それか、うん、仕事してても思うもんね。外国人ってディスカッションうまいし、なんか物事の何も決めないから、運に決めさせてもらう。日本人だってなんか困ったら、おし、じゃんけん。まあでも昼ご飯とか決めるときにじゃんけんで、俺中華行きたい、こっちの人和食行きたいってなったら、おし、じゃんけんしようかってじゃんけんして買った人のところに行くみたいな。全然ある。まあじゃんけんの文化がなんかおかしいなと思ってた。
あのドイツ人についてよく言われるのがボードゲームが好きな人が多い、はい、人生ゲームとか。あ、はい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 。でもやんないな、やんない。こういうなんか、なんていうの、リアルにこうボードでこう進めるとかいうゲームは持ってない、そもそも。やっぱ、日本がやっぱ全部それはゲーム、ゲームソフトでやる。やっぱ家にめちゃくちゃ大量にボードゲームがあったよ。家族でやったり、友達でやったりしてた。あと、お酒飲める年齢になったら何のボードゲームでも飲みゲームにできる。ああ、飲みながらボードゲームやるってことそれ全然違うじゃん、日本と。日本は飲みながらボードゲームやんないもん。やったほうがいいよ。頭回んなくなるじゃん、飲んでから。それが面白いよ。それがなんかちょっとハードルを上げて、あーゲームが難しくなるよ。はい、ということでね、今トピック4つ ?5 つ ?4 ついろんなトピックでドイツと日本の違い、レイナから紹介してもらったけど、多分新しい発見がすごいあったと思います。ありました？あったんじゃない？俺もあったし。あった？よかった。本当にドイツと日本が全然違う。一緒のところも動画撮った方がいいかもしれない。ああ、そうだね。ドイツと日本の同じところってのは面白いですね。今度それ動画撮ってみようか、はい、これ私はピックアップした トピックについて何か意見とかありましたら必ずコメント欄でね、コメント欄で教えてディスカッションしましょう。ドイツでディスカッションするこの動画が面白かったならグッドボタンお願いします。 Yes, please。 チャンネル登録も、こいつら面白いなと思ってくれたらチャンネル登録してくれると嬉しいです。また次の動画で会いましょうか。登録しても登録しなくても構いませんのでまた次の動画で会いましょう。次の動画を見てください。はい、バイバーイ。